M18 は第二次世界大戦中に生産、使用されたアメリカ合衆国の対戦車自走砲である。非公式の愛称はヘルキャット。アメリカ陸軍において対戦車戦闘を行う戦車駆逐大隊の装備として M4 中戦車のシャーシを流用し、3インチ砲を搭載した M10 とはまた別に、より軽装甲で高速なヒットエンドラン戦法向きな、 車両の開発が進められていた。ビューイック社が設計。エンジンにライトコンチネンタル R-975 五搭載。重量を軽減するため走行を薄くし無害の、砲塔とし、高速性を実現した。当初予定されていた3 7ト、mm、ル砲は、対戦車用途としてはもはや使い物にならないため、メートル砲を、普通の戦車と同じ密閉型旋回砲塔に、 搭載し、クリスティー式サスペンションを持つ対戦車車両 T49GMC が試作された。これは、ソロ版の玉型のオープントップ砲塔に3インチ砲を搭載する T67GMC に発展。さらに大幅な改良が加えられ、砲塔形状が変更されサスペンションを、トーションバー式に軌道輪を後部から全部に移動した t g m c となり、 これが 76mmGMCM18 として正式化され、1943年7月翌年10月までに合計2507両がビュイック社によって生産された。M18 は圧延鋼板を溶接して組み上げた構造で、当時の米国戦車のずんぐりしたスタイルとは異なる戦後戦車風の洗練されたシルエットであった。エンジンは、 M3 中戦車系と M4 中戦車系でも使われていた空冷保守型のコンチネンタル R975 だが、これら中戦車の車高を上げる一因だった斜めに伸びた電動車布とトランスファーとユニバーサルジョイントを介して床板と水平に合わせエンジングリルだけを盛り上がった形状にしてスペースを確保することで車高を抑えている。さらに車体後部を開き、 ガイドレールに乗ったエンジンを引き出すことができるなど、整備性も大変優れていた。走行は、一番厚い砲塔前面部で1インチ、他の部分でも0.5インチと薄く、重量は18トン以下に抑えられ、これに加え、トーションバー式サスペンションの性能もあって、路上最大速度時速80キロメートルという、第二次世界大戦の早期式、走行戦闘車両としては、 世界最速を誇った。車体には、私橋重量表示を示す18の数字が表示され、重装備に比べて車体は極めて軽量化されていた。定員は5人。後の M24 軽戦車同様に、車体全部には操縦士と操縦助手が並んで、座っており、どちらにも同じ操縦装置が設けられていた。射撃を行う。 M18 イタリア戦線での撮影初期の生産車両で手法にマズルブレーキが装着されていない M18 の手法である 76mmM1A1、M1A1C、M1A2 戦車砲は M4A1、M4A3 中戦車に搭載されたものと同じで、概ねドイツ軍の 7.5cmKWK40 戦車砲や 7.5cm パック40。 追戦車法に匹敵する走行貫鉄性能を持ち、高速鉄砲弾を用いることでより高い性能を発揮した。M1A1C と M1A2 には、後に装薬量が多く反動が大きいアップクア弾に対応するため、方向にダブルバッフル型のマズルブレーキが追加されたが、対戦中の車両の多くには未装備のままであった。 また、敵戦車との遭遇率が下がるにつれ、火力支援用に借り出されたが、この任務においては 76.2mm 砲よりも、榴弾の作薬量の多い 75mm 砲の方が有効であり、あまり敵役とは言えなかった。この他にも、砲頭上部のリングマウントに 12.7mm 機関銃を搭載、現地改造で 7.62mm 機銃を、 砲塔右側に増設した車両も確認できる。第二次世界大戦ではヨーロッパ戦線に投入された。M18 の実戦参加は1944年1月のイタリアのアンツヨ上陸作戦以降である。本社はドイツ軍が軽戦車を改造して作ったような即席の対戦車自走砲とは比較にならないほど完成度が高く機動性も優れていた。 開発のコンセプトである機動性を生かしたヒットエンドラン戦法で M4 シャーマンには難敵であった重装甲のティーガー駐戦車やパンター駐戦車の比較的装甲が薄い側面や後面に回り込んで撃破している。アメリカ軍第4機構師団がドイツ軍第5装甲軍を撃破したアラクールの戦いにおいて1944年9月19日の戦闘では 戦闘指揮所を攻撃してきた14両のパンターを M18 の小隊が迎え撃ち、一方的に8両を撃破して撃退している。数日間に M18 は39両のドイツ軍戦車を撃破したが、損失は7両であった。続くバルジの戦いにおいては、バス投入の戦いで第705駆逐戦車大隊が、活躍、得意のヒットエンドラン戦法で、 ドイツ軍戦車隊を翻弄、ティーガー中戦車を含む39両の戦車、そのたた数の車両を撃破して、バストーニュの防衛に大いに貢献し、バルジの戦いが終わった後は、敵戦車との交戦も減り、主に統治下などの敵陣地への砲撃任務をこなしながら、ドイツ国内部各に進行し、大量の捕虜を獲得している。終戦までに M18 は、 ヨーロッパ戦線にて216両を失ったが、損失以上のドイツ軍戦車を撃破し、全体的なキルレシオは2.3、1となっている。1944年のフィリピン戦や翌年の沖縄戦などの太平洋戦線でも実戦参加しているが、日本軍戦車に対しては、過剰な攻撃力、昇降警報にも簡単に撃破される。 防御力はアンバランスであり、ほとんど支援砲撃用の自走砲として使われた。しかし、太平洋戦争最大の戦車戦が行われた、ルソン島の戦いにおいては、M18 と日本軍戦車の交戦記録もある。1945年1月29日に、クラーク基地に進行してきたアメリカ軍戦車隊に、対して戦車、 第二師団所属の岩下一兵隊医率いる6両の97式中戦車が反撃。まず、新砲塔地派は遭遇した M7 次総砲撃破、そこに M18 の駆逐戦車隊が駆けつけ、1両の M18 が撃破されたが、4両の新砲塔地派を撃破して撃退した。その後、M18 隊は、日本軍の迫撃砲の砲撃でさらに1両撃破、されている。 試作型である T70 は参考用としてソ連に5両が送られ試験を受けている。しかし雪上での機動性に問題があること、この試作型ではトルク不足で調合能力が低いこと、ソ連陸軍で一般的に使われていないハイオークガソリンを使用し、ソ連軍事走法に比べ燃費も良くないこと、装甲が薄い等の理由で不要とされ、レンドリースは行われていない。 ベネズエラ陸軍の装備していた車両トルヒージョ州の国軍公園の展示車両 M18 は戦後間もなくの戦車区地区大隊の解散とともにアメリカ陸軍から退役した。ただし M18 の武装のないバージョンである M39 は輸送用装甲車として朝鮮戦争でも実戦参加している。また多くの車両がアメリカの友好国に供与、売却され、 それらの国の中にはユーゴスラビア連邦もあった。ユーゴスラビアに供与された車両はイタリアの戦争映画特攻大戦線をはじめ現地でロケが行われた映像作品にドイツ戦車役他でよく登場している。ユーゴスラビアへ供与された車両には後に T-55 の車体に M18 の砲塔を乗せた。 整備訓練用の自走砲に改造されたものもあった。この改造自走砲は後に、連邦からの各共和国の独立をめぐるユーゴスラビア紛争で、スルプスカ共和国の装備として、実戦で用いられている。また、クライナセルビア人共和国軍が、M18 を、クライナエクスプレスと名付けた、走行列車に搭載して、砲台として用い、クロアチア軍との戦闘で使用した。 台湾にも供与され、その後、M42 対空自走砲の車体に、M18 の砲塔を搭載した、合体車両が50両ほど製作され、64、式戦車の名称で正式化されて装備されている。ベネズエラに供与された車両は1990年代に、入ってもなお75両が、ベネズエラ陸軍の予備兵器として保有されており、これらは、 ユーゴスラビアの企業が寿命延長及び近代化改修を受け負っていた。ありがとうございます。